ジェームズ・モンローはアメリカ合衆国の政治家、軍人、第5代アメリカ合衆国大統領。モンローはバージニア州ウェストモアランド郡に生まれ、アメリカ独立戦争に従軍した。1780年から1783年までトーマス・ジェファーソンについて法律を勉強し、1783年から1786には大陸会議の大議員になった。 アメリカ合衆国憲法の批准を問うたバージニア会議では反連邦党大議員として中央政府にあまりに大きな権限を与えすぎると主張して批准に反対した。それでもモンロは新しい連邦政府に積極的に関わり1790年にはバージニア州からアメリカ合衆国上院議員に選出されてジェファーソンの一党に加わった。 バージニア州知事として行政の経験を積み、フランスにおける外交官として1803年のルイジアナ買収交渉に貢献して国民的な名声を得た。米英戦争ではジェームズ・マディソン大統領のもとで国務長官及び陸軍長官として重要な役割を演じた。1816年アメリカ合衆国大統領選挙では大勢、著しかった。 連邦等からの抵抗もほとんどなく、選挙人投票の80%以上を獲得して、大統領に当選した。大統領としてのモンローは、党派的緊張を緩めようとして、国内の巡行に出た。国家主義が盛り上がった時だったのでどこに行っても、歓迎され、党派の構想は弱まり、好感情の時代が続いた。1819年強行が遅い、1820年には、 水売りリ順州の加盟問題で国内が論争に巻き込まれた。それでも1820年、アメリカ合衆国大統領選挙ではほとんど全会一致で再選された。1823年には問題主義を発表し、これがアメリカ外交政策の規範になった。1825年に大統領職を辞すると財政的苦境に立たされた。大統領の任期は、 交感情の時代、すなわち党派構想が比較的少なかった時代と、その後の1819年強行やミズーリ順州の合衆国加盟について激しい国を挙げての論争があった時代で特徴を付けられる。この間にフロリダの獲得、ミズーリ協定と続き、アメリカ合衆国はアメリカ大陸におけるヨーロッパの干渉を容認しないとした、 いわゆるモンロー主義を発表したことで最も著名となった。モンローは建国の父として最後の世代であり、大統領を続けて排出してバージニア王朝と言われた時代及び共和主義者世代から大統領になったことでも最後のものだった。1831年7月4日にニューヨーク市で死去した。ジェームズ・モンローは1758年4月28日に バージニア植民地、ウェストモアランド郡の森林地帯で生まれた。その記事は、現在モンドーホールと呼ばれるところから1マイルの距離にある。父、スペンスモンローは、飛工業も学んだことのある、中程度の農園を主だった。ジェームズの母、エリザベス・ジョーンズとは1752年に結婚した。夫妻には、各記5人の子供が生まれ、4人が成人まで成長した。 父方の祖祖父は17世紀半ばにスコットランドからアメリカに移民してきていた。そのアンドリュー・モンドー少佐は古代スコットランドコーチ一族の長である第14代ファウルズ男爵ロバート・モンローの子孫だった。1650年、アンドリュー・モンローはウエストモーランド軍ワシントン教区に広大な土地の特許を得た。モンローは11歳から16歳まで ワシントン教区のアーチボルド・キャンベル牧師が運営するキャンベルタウン・アカデミーで学んだ。ここでは波外れた生徒として引いてており、ラテン語や数学など同じ年の少年たちよりも早い速度で習い覚えた。旧友の中には後に合衆国最高裁判所長官になったジョン・マーシャルがいた。16歳でウィリアムアンドメアリー大学に入学した。 しかし1774年のウィリアムズバーグキャンパスの雰囲気は勉強どころではなくなり、イギリスをジョージ三世に対する反乱の機運が、モンドーを含む学生たちの大半に蔓延し、愛国心で包んだ。歴史ントン・コンコードの戦いが起こった後の1775年6月、モンドーは24人の年長者たちに加わって、総督宮殿の武器庫を襲った。 この時奪った200丁のマスケット銃と300振りの剣でウィリアムズバーグの民兵隊を武装させることができた。翌年春モンローは大学を辞めて大陸軍に入隊した。その後学位を得るために大学に戻ることはなかった。1780年から1783年までトーマス・ジェファーソンについて法律を勉強した。モンローはアメリカ独立戦争で実際に戦ったことでは、 最後の大統領であり、トレントンの戦いで功績を挙げたが、この時左肩を負傷した。この傷の治療のために、ペンシルベニアのバックス軍で3ヶ月を過ごした。エマヌエル・ロイツェが描いた有名な絵画、デラウェア川を渡るワシントンでは、ワシントン将軍の後ろに立って旗を持っているのが、ジェームズ・モンロー中尉である。また、ジョン・トランブル描く、トレントンの戦いでは、 モンローが中央左に負傷して横たわっているのを見ることができる。戦後はバージニア州フレデリックスバーグで法律を勉強した。モンローは1786年2月16日にニューヨーク市でエリザベス・コートライトと結婚した。エリザベスはローレンスとハンナースピンウォールのコートライト夫妻の娘だった。ロングアイランドで短事実のハネムーンを過ごした後に 妻の父と一緒に住むためにニューヨーク市に戻った。モンロー夫妻には次の子供たちが生まれた。モンローの記事を示す標識モンローは若い頃の夢だった大きなプランテーションの所有者になり政治的な力を行使するということを満たしたが農業経営の方はあまり利益にならなかった。1783年にはバージニアで相続していた小さなプランテーションを売却して 政治の世界に入った。ただし土地と奴隷を所有しており、土地に投記もしたが、そこを訪れて監督することは滅多になかった。このために、奴隷たちは生産性を上げるために酷使されており、プランテーションはあるとしても、ほとんど金にはならなかった。モンローの贅沢な暮らしぶりのために、不妻の方に資産を売ることも多かった。モンローは1782年に、 バージニア会員議員に選出され、1783年から1786年まで連合会議大議員を務めた。バージニア州では各州に提案された新しいアメリカが州国憲法の批准をめぐって1788年に闘争が起き、連邦党と反連邦党との間の単純な衝突以上のものになった。バージニア人は中央政府について 憲法で提案された変更の調書に関してはあらゆる種類の意見を持っていた。ジョージ・ワシントンとジェームズ・マディソンが憲法支持側の指導者であり、パトリック・ヘンリーとジョージ・メイソンが反対側の指導者だった。比重問題の中心人物は理論闘争において中間に位置した者たちだった。モンローやエドモンド・ペン・ドルトンに指導されたこれら忠誠を求めた連邦主義者たちは 権権利焦点がないここととをを批判しし中央政府の課税にに屈服することを気にしたバージニア州は1788年6月に憲法を批准したが、これはこれらの人々がその要求を保留し、新政府ができた後に改定を求めていくことを明言したことが大きかった。バージニア州がやっと憲法を批准した後、モンローは連邦議会第一会期の会議員選挙に、 出馬したがマディソンに敗れた。代わって1790年に上院議員に選ばれた。モンローはすぐにジェファーソンやマディソンに引きられる。民主共和派に加わり、1791年には上院の党主導者となった。中フランス大使モンローは1794年に在フランスアメリカが州国全権行使に指名されると上院議員を辞任した。大使としてのモンローは、 ルイ16世紀の処刑に反対したことで逮捕されたトマス・ペインの釈放を成功させた。モンロはフランスの監獄に囚われているラファイエット夫人を含むアメリカ人すべての解放に努めた。夫人がラファイエットの捕らえられているチェコのオロモーツに旅立つ前にはラファイエットの家族にアメリカのパスポートを発行した。モンロは フランス革命を強く支持し、ジョージ・ワシントンの厳格な中立政策はイギリスに有利にならないとフランスに保障しようとした。しかし、アメリカの政策はイギリス寄りであり、ロンドンで J 条約が署名された時は動揺した。フランスとイギリスは交戦状態にあり、J 条約はフランスをびっくりさせ、憤激させた。ワシントンは問答が不手際であり、 混乱を起こさせる捜査を行い、及び母国の利益を守れなかったとして在フランス公使を解任した。モンローは大統領に与える外国の不快な影響について以前から心配していた。1785年にスペインがミシシッピ側のアメリカの航行権を30年間封鎖することを連合会議に認めさせようとしたスペインの外交官。 ドンディエゴでガルドキの件で警告を受けていた。この時モンローは合衆国の南西部を失う、すなわち北東部の支配力を危険にさらすことになる、スペインの過剰な影響力を見ていた。モンローは強い大統領制と抑制と均衡の仕組みを信念とした。1790年代には、老年となったジョージ・ワシントンが強力なイギリスよりで、 あるハミルトンのような側近に大きく影響されているのに苛立った。モンローはフランス美意であり、1795年の J 条約に強く反対した。在フランス大使である時に革命派を支持したことで、ワシントンがモンローを批判したことに屈辱を感じた。1798年から1800年にかけての疑似戦争が起こった時、及び1801年に、 トーマス・ジェファーソンを大統領に近づかせないようにした。時には外交と連邦等の要素を監視した。この時、バージニア州知事だったモンローはジェファーソンに有利に決着するようにバージニアの民兵隊を使うことも考慮した。連邦等はモンローのことを良くてフランスか次悪くて反逆者と見ている者も,もいたが、音便に反応した。モンローは こうして、被害妄想的政治に一石を投じた。バージニア州知事と外交官在フランス大使を辞めた。モンローは、法律実務に戻っていたが、1799年にバージニア州知事に選出され、これを1802年まで務めた。1800年に、ガブリエルの奴隷反乱が起こった時は、その鎮圧のために周兵を招集した。反乱に参加したガブリエルと、 その他二十六人の奴隷は公主刑に処された。これに反応したバージニア州などの議会は自由黒人の制限と奴隷の教育、移動及び雇用を制限する法を成立させた。ジェファーソン政権の最初の任期中にモンドウはルイジアナバイ州の交渉にあたるロバート・アール・リビングストンを支援するためにフランスに派遣された。その後の千八百三年から千八百七年には 在イギリスアメリカが衆国前転校誌に指名された。1806年には J 条約に代わるイギリスとの条約交渉に当たったが、これにはイギリスがアメリカ人水夫を強制重宝することを禁じる兆候がなかったためにジャファーソンがその批准を拒んだ。その結果、両国は1812年の米英戦争に向けて突き進むことになった。伝統的な党の 1798年の原則に固執することを主張した南部の国境和党員がモンローを選んで1808年に大統領選挙に担ぎ出した。ロアの多くのジョンランドルフが運動を指導して、ジェファーソン大統領によるジェームズ・マディソンの後継者指名を阻止しようとした。ジェファーソンは1807年の外交問題でモンローを礼遇していたので、モンローは政権から疎遠になっていた。 しかし、民主共和党を常に牛耳ってきたバージニア政界の中心人物やその他の要素も絡んで、1808年の選挙はマディソンで落ち着くことになった。閣僚モンロはバージニア会員に戻り、1811年に再びバージニア州知事に選任されたが、わずか4ヶ月務めただけだった。1811年4月、国務長官に選任された。 1814年9月に陸軍長官に指名された時は3日間だけ国務長官を兼任したままだった。10月1日には国務長官を辞したが公認は指名されないままだった。このため2815年2月28日まで実質上兼任のままとなった。この日に陸軍長官を辞任し、再び国務長官に任命された。その後は、 マディソン政権が終わる時まで国務長官を務め、その後に新任アメリカ合衆国大統領としての政務を始めた。ジェファーソンやマディソンの大統領在職中に議会の指名総会ではほとんど抵抗がなかった。しかし、1816年の場合は状況が変わった。連邦等が総会制度に反対しただけでなく、ニューヨーク州大議員団に指導される不特定多数の ハンバージニア共和党員からの反対があった。ウィリアム・クローフォード、ダニエル・トンプキンズ、ヘンリー・クレイなど他の候補者を絞りきれなかったために、モンドーに対する反対勢力が弱まった。3月12日の党員集会をバージニア州大議員団がボイコットすることで他の候補者の目がなくなり、4日後の集会でモンドーが候補指名を受けた。連邦党は 米英戦争に反対したことで不人気となり、混迷していたので、モンローは容易に大統領に当選した。連邦党は候補者指名すらできず、ニューヨーク州のルーファス・キングが連邦党の旗の下で対抗馬として出馬した。キングはコネチカット州、デラウェア州及びマサチューセッツ州の3州を制しただけであり、 選挙人投票の結果は、モンドウの217票対キング34票となった。連邦党の崩壊によりモンの一期目終わり頃には、組織立った反対がなく、1820年の再選を求めた選挙でも、何の抵抗もなく、選ばれた。対抗馬がいない選挙は、ジョージ・ワシントン以来のことだった。ニューハンプシャー州の選挙人一人のみが、ジョン・クイン・シー・アダムズに投票し、 選挙人投票の全開一致を避けた。1817年初頭にモンローは以下の宣言を行った。閣僚の指名モンローは閣僚として南部のジョン・カルフーンを陸軍長官に北部のジョン・クインシー・アダムズを国務長官に指名するなど均衡を図った。西部の結出した政治家ヘンリー・クレイのみが閣僚指名を断った。ほとんどの閣僚はその価値がある。 民主共和党員に指名がいったが、党の基盤を作るために彼らを使おうとはしなかった。低い役職には多様な人物を指名させることができ、この時代が交換上の時代と呼ばれることになった。国民の信頼を得るために1817年には二度国内を長期間巡行した。立ち寄った場所では数え切れないほどの歓迎式典が行われた。 この間にも連邦党は衰退を続けていた。連邦党は、州やそれ以下のレベルでは活動と組織的一体制を維持していたが、国政レベルでは選挙区の再配分のためにしぼんでいった。連邦議員の党員集会もなくなり、門ンの2期目には注目に値する全国的集会もなくなった。国内の改良、門ンの大統領任期中に議会は、 カンバーランド道路など国内の改良に大きな助成金を要求した。モンローはカンバーランド道路のようなものは基本的に州ごとに注力するべき公共事業であるので連邦政府が助成するのは違憲であると考え毎年改良のための予算を要求する法案に拒否権を使った。この抵抗はモンローの人民主義的理想を裏付け彼が遊説で旅することを好んだ。 地方政府の役人に対する信頼を増すことになった。ミズーリ妥協、交換状の時代は1824年まで続き、会員によって選出された後継者、ジョン・クイーン・シー・アダムズの任期にまで持ち越された。しかし、モンローの任期は、国が国家主義に関わりその政策の難しさで重大な亀裂を生じさせた時になっても衰えなかった。 1819年強行は重大な経済不況を生んだ。1819年に水売ー州が奴隷州として連邦に加盟しようとした試みは失敗した。水売州で段階的に奴隷制を排除しようという修正法案はその後2年間も議会における激しい議論になった。水売州を奴隷州に同時に メイン州を自由州にするという水売り妥協法案がこの紛争を収めさせ北緯36度30分以北では奴隷制を禁じることになった。1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件における合衆国最高裁判所判決の一部で水売り妥協が違憲であると裁定されるまでこの協定は残っていた。外交政策 モンロー主義ナポレオン戦争が1815年に終わった後はラテンアメリカ各地でスペインあるいはポルトガルの支配に対して革命が起こり独立を宣言していたアメリカ人はこの展開を共和制精神が実証されたこととして歓迎した1819年にフロリダの領有が確保されるまでアダムズはこの見解を公式に認めることを遅らせたロシアが 北緯51度線まで北、アメリカ太平洋岸の領有権を主張し、同時にヨーロッパ諸国がラテンアメリカ諸国を植民地状態に戻す圧力をかけたことで帝国主義の侵略による脅威が強くなっていった。1822年3月、モンロは連邦議会に対し、ラプラタ連合州、チリ、ペルー、コロンビア、及び メキシコに安定した高級的政権が樹立されたことを告げた。アダムズは、モンドーの監督下でこれら新興国に派遣した講師に当てて指示書を書いた。それは、各国の共和制を支持し、最恵国待遇で通称を行う条約締結を求めるアメリカが主衆国の政策を宣言していた。アメリカが主衆国はヨーロッパ諸国のものとは、 基本的に異なる経済と政治制度の発展のためにアメリカ大陸にまたがる会議体を支援するとしていた。ヨーロッパとははっきり異なるアメリカンシステムという基調はラテンアメリカに対する門ンの政策の基本信条だった。アメリカ合衆国が各国を最初に認知し自由と人道主義を支持していることで世界の他の地域に対し規範を示したことを誇っていた。 1823年12月2日、議会における教書演説では、後に、モンロー主義と呼ばれることになるものを正式に表明した。モンローは、南北アメリカは将来ヨーロッパ諸国に植民地化、されず主権国家の国内事情にヨーロッパ諸国から干渉されないことを宣言した。さらにアメリカ合衆国がヨーロッパでの戦争、及び、 ヨーロッパ列強と植民地間の戦争について中立を保つ意志があるが新しく植民地を作ることあるいはアメリカ大陸の独立国家に干渉することはアメリカ合衆国に対する敵対行為であると考えることも声明した。これは歴史における文領の最も有名な業績であるが現行はイギリスとの協調原則を考案した国務長官。 ジョン・クイン・シー・アダムズによって起草された。モンローとアダムズはアメリカが新興国を認知することが、軍事的な干渉とスペインの権力を復活させる、ことから各国を守るものではないと認識していた。1823年10月、在イギリス・アメリカ合衆国特命全権公使リチャード・ラッシュが、イギリスの外務大臣、ジョージ・カニングは、アメリカとイギリスが共同で、 ヨーロッパの干渉に対する反対を宣言することを提案していると忠告した。イギリスはその強力な海軍力でラテンアメリカの再征服にも反対し、アメリカ合衆国には不干渉政策の宣言に加わるよう提案した。イギリスの主導権に触発されてモンローはアメリカの指導者たちと相談し、続いてモンローとアダムズが計画を立てた。 元大統領のジェファーゾンやマディソンはモンローに提案を受けるよう助言したが、アダムズはイギリスのマゴブ、王の後に続く小舟として現れるよりも率直にロシアやフランスに対して我々の原則を表明するのがより複雑のないものになると助言した。モンローはアダムズの助言を入れた。ラテンアメリカだけではなく、ロシアも太平洋岸を南進すべきではないとされた。 アメリカ大陸は各国が採用し維持している自由と独立した状態によっていかなるヨーロッパ列強によっても将来的に植民地化されるような対象とは考えられるべきではないと述べた。1823年、モンロー主義は南アメリカの元スペイン植民地に対するよりも北アメリカにおけるロシア人に対して強く向けられた。その結果はイギリス海軍の支援のもとに アメリカ孤立主義となった。問答主義は西半球はもはやヨーロッパの植民地の対象ではないとするアメリカ合衆国の考えを示した。この半球で今後政治的支配をしようとすることやすでに存在する国家の独立を犯すことは敵対行動とみなし世界には二つの異なる両立しない政治制度が存在することになった。これによってアメリカ合衆国は ヨーロッパの事情に干渉しないこととし、ヨーロッパ諸国にはアメリカ大陸の事情に干渉しないことを要求した。この先、ヨーロッパからの重大な干渉はほとんどなくなった。スペインとフロリダフロリダをスペインから買収することに関して、特にアンドリュー・ジャクソンが大統領の公認を掲げて、セミノーオール族インディアンの領土を侵略した後では、セミノーオール族講演者のスペインとの関係がこじれた。 この件ではモンローは公認を否定した。しかし、ジョン・クインシー・アダムズの老練な手腕によって1819年にスペインとの条約、アダムズ・オニス条約が成立し、500万ドルとテキサスに対する領有権主張を放棄することと引き換えにフロリダの割動を認めさせた。モンローは1822年になって、元スペイン植民地だったアメリカ大陸の新生官も、 ない姉妹共和国の認知を始めた。モンローとアダムズは、フロリダの活動が成立するまでスペインと問題を起こすことを避けようとしていた。フロリダ活動は1821年に成立した。インディアン政策モンローはインディアンに対しては、終始排除方針を取った。白人入植者は南東部全域に拡大する一方であり、彼らは各地のインディアン部族の領土を侵略し、 あちこちで武力衝突が絶えなかった。モンローは邪魔なインディアンをミシシッピ側犠勢へ強制排除し、民族浄化した後の広大な領土を白人入植者に解放しようとした。1817年、モンローは米国に反抗的なフロリダ原住民、セミノール族インディアンを滅ぼし、彼らの後援者であるスペインを罰するとして、アンドリュー・ジャクソン将軍をスペイン領フロリダに派遣し、 徹底的な焦土作戦によってインディアンを大量虐殺した。この武力行使は議会でインディアンに対する虐殺よりもむしろフロリダ領への侵入が問題となり憲法論争を生んだ。ジャクソンの功績の知らせを受けた連邦議会は第一次セミノール戦争の調査を行った。当時の第15期連邦議会は民主共和党が圧倒的に支配しており、 外して領土拡張主義者で占められ、人気のあるジャクソンを支持する方向にあった。議員の多くは、党派や派閥連行を潰すことを企んでいて、ジャクソンの敵対者の主張は弱く、容易に論破された。論争の後、会員はどんな形であれ、ジャクソンを有罪と判決したすべての決議を投票で、否決した。こうして、暗黙のうちに、モンの行動は支持され、 セミノール戦争に関する行政官の役割を取り巻く問題は不問にされた。1817年、モンローはすべてのインディアンは狩猟経済の段階から農業経済に進むべきであると考え、狩りに頼った野蛮な生活は、これを維持するために広大な領地を必要とし、それは文明化された生活への進展とは相入れないものであると述べた。しかし、 トーマス・ジェファーソン以来のインディアンの農民化を軸とした同化政策を加速させようというモンローの提案は連邦議会に無視された。1825年、モンローは東部に厳重している全てのインディアンを白人が生きることができない西部地域に移住させるというインディアン移住法の原案を議会に上呈した。議会での論争の後にアンドリュー・ジャクソンはインディアンの強制移住を支持。 後の大統領職の際に、人大なインディアンの死者を生み出しながら、この強制移住は実行されることとなった。東部のインディアン部族はそのほとんどが、農耕民族であったが、単純に、ミシシッピ川伊島の肥沃な大地は、白人入植者が、プランテーション経営のために、喉から手が出るほど欲しがっていたものだったのである。指名した最高裁判所判事罪人中に新たに、 加盟した州エリザベス・コートライト・モンローの任期は1825年3月4日に終了した。モンローはホワイトハウスを去りバージニア大学の敷地内にあるモンローヒルに移り住んだ。現在のバージニア大学は1788年から1817年までモンローの所有する農場だった。しかしモンローは大統領に就任した年にその土地を 新しい大学に売却していた。大学を設立したジェファーソン元大統領、さらには二代目の教区牧師やマディソン元大統領の下で大学の客員理事を死ぬまで務めた。モンロは公的生活の間に多くの債務を負い、その結果自宅のハイランドプランテーションを手放すことを強いられた。モンロは経済的に困窮し、妻、 エリザベスの健康問題も生活を苦しいものとした。そのような理由もあって、モンローはエリザベスが死去した1830年9月23日まで、オークヒルで生活した。1825年8月、独立から50年を記念して、アメリカに招かれていた、ラファイエット公爵とジョン・クインシー、アダムズ大統領が、モンローの客人となった。 モンローは18世紀の男性ファッションに従い、紙子をつけたカツラと半ズボンを着用したことでは、最後のアメリカ合衆国大統領となった。大統領1ドル銀貨のモンロー1830年に、妻エリザベスが死去すると、モンローはニューヨークに住む娘のマリア・ヘスター・モンローがバヌーアと共に暮らし、1831年4月には、ジョン・クインシー、 アダムズ大統領の訪問を受けた。文ーは1831年7月4日に心不全と結核で死去した。独立記念日である7月4日に死んだ3人目の大統領となった。それは独立宣言から55年後、ジョン・アダムズとジェファーソンの2人の大統領が死去した日から5年後だった。当初はニューヨークで埋葬されたが、1858年に バージニア州リッチモンドのハリウッド墓地にある大統領広場に改装された。モンローの墓はアメリカが衆国国定歴史建造物に指定されている。ブリス・アイスリーはその著書、大統領、新年の人の中で、モンローの宗教に関する思想については他のどの大統領よりも知られていないと記した。モンローは妻と文通したものの大半は焼却し、 宗教的観念を論じた可能性のある手紙も残っていない。友人、家族あるいは知人もその信仰について記していない。息子が死んだ後で書いた手紙が残っているが、宗教に関しては何も書かれていない。モンロはイングランド国教会がバージニア植民地の国境であった時代にその信徒である家庭で養育され、 成人してからもしばしば、米国聖公会協会の礼拝に出席した。ただし、聖餐式を受けたという記録はない。歴史家の中には、理神論者に分類する者も,もいた。実際に神に言及するときに、理神論的な言葉を使った。ジェファーソンとは異なり、その理神論的見解について、無神論者とか異端者とか非難されることは滅多になかった。 その例外としては1832年にニューヨーク州オールバニの改革派長老協会の牧師、ジェームズ・レンウィック・ウィルソンが二流の無神論哲学者のように生き死んだと評したことだった。モンロは国務長官として1815年にチュニス領事のモーディカイ・マニュエル・ノアを解任した。その明白な理由はノアがユダヤ人だということだった。ノアは抗議し 政教分離とユダヤ人に対する寛容を支持する手紙をアダムズ、ジェファーソン及びマディソンから受け取った。また1775年にバージニア州のウィリアムズバーグロジナンバー6でフリーメイソンに加入している。モンロはバージニア州知事だった1799年から1802年、1799年10月にサザンプトン軍で起こった。 奴隷暴動に慎重な姿勢をとった。モンローは、告発された反乱者が処刑される前に、適切な法的処置を受けるよう骨を折り、彼らの法的権利に、特別の関心を示した。この事件について、膨大な調査を行い、関わった奴隷たちが公正な裁判を受けるよう心を配った。モンローの知事職は1800年の、ガブリエル奴隷陰謀の激しい弾圧でよく知られている。 この事件では自由を求めたヘンリコ軍や周辺の軍の奴隷たちが州都のリッチモンドや気払い白人奴隷所有者を殺しモンー知事を誘拐することを計画した。反乱は即座に潰され30人以上の黒人がその後に処刑された。モンローは再度公正な裁判を指示し奴隷の行動を説明し正当化しようとするという人気のない姿勢を取った。 1829年秋、バージニア州憲法会議の議長として、奴隷制度は、イギリスの植民地としてであってもバージニアが、根絶しようとした、破滅の下であるというその信念を再度表明した。モンロは、奴隷がこれだけいる原因は何であろうか。と、終始的に問うた。我々が、植民地であった時に、悪は始まったが、我々の植民地議会によってより多くの奴隷を、 植民地に輸入することを禁じる法案が成立した。それが英国によって拒否されたと続けた。州の権限の主張者として特に悔しがったことは奴隷を解放し国外に出すことについて連邦政府の財政的援助を進んで受けようとすらしたことだった。憲法会議の時は奴隷制についてバージニア州が連邦政府の援助でその奴隷を解放し国外に 動かすという提案をすることで最後の公的発言を行った。モンロは奴隷制度廃止そのものには反対したがアメリカ植民地協会立地モンド支部の副支部長としてアフリカの植民地化提案を進んで支持するものでありリベリアの首都モンロビアはモンローにちなんで名付けられた。モンローは段階的で急所をできる奴隷解放を好んだ。モンローは 最終的に平和な奴隷制の集結を考えた農園主であり黒人奴隷所有者だった。モンロはアメリカ植民協会の支持者であり、この植民活動にも積極的な支持を表明していた。この事業の第一線の植民者らが上陸して間もなく、現地の部族から拒絶され、無人島に閉じ込められた入植者の多くが大熱病で、 死亡するという悲劇が起こると、モンローは海軍を出動させた。モンローのメンツに傷がつくことを恐れた将校らは、堅くなに拒絶を続ける現地の王にピストルを突きつけ、再び三分の銃や雑貨と引き換えに広大な土地を手に入れた。これを機に入植者たちは、自信をつけ、暴力的な方法でしばた叩く間に、現地の部族から今日のリベリアと重なる領土を奪った。 リベリアの首都はモンローにちなみ、モンドビアと名付けられた。しかし、この暴力的な方法は、現代に至るまでのリベリアの矛盾を決定づけ、後世で非難されることになる。また、リベリアの建国は果たせたものの、入植者は1万人余りにとどまり、植民活動も目的である、解放奴隷の一層は果たされなかった。アッシュローンハイランドにあるモンローの彫像、ありがとうございます。